沖縄メディア。政府の首里城再建支援は選挙対策、がネットで話題。内容はこちら。沖縄メディアが政府の首里城再建支援は選挙対策と報じたようです。では記事の一部を引用しご紹介いたします。首里城の火災を受け、政府が再建費の負担を明言したり、国民に寄付の協力を求めたり、異例のスピード対応で支援に取り組む姿勢を明言している。選挙で苦戦を強いられている沖縄で、県民の要望に応えることで理解を引き出したい思惑もにじむ。自民党と公明党は火災当日の10月31日、相次いで赤羽和義国交省に早期再建を求めるなど、政権与党の存在感を示している。政争の具にしてはならない。オールジャパンで取り組みを。与野党からは団結して再建を支援する掛け声が上がる。一方、野党内からは政府与党の動きに辺野古や選挙対策の狙いもあるのではないかとの声も漏れている。こんな時にも政争の具にするのですね。あんまりです。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。まずはありがとうって言おうよ。どうして素直に感謝できないのでしょうか。本当に悲しい限りです。次はこちら。じゃあやめた方がいいな。なら断れよ。じゃ、辞退ということで。もう支援するなよ。毎年3000億の補助金もカットで。沖縄タイムスの報道と野党の主張からすれば、当然こうなりますよね。沖縄県民はこの記事を読んで、どのような気持ちになるでしょうね。次はこちら。自分たちの過失を認めろよ。今回の火災で首里城のずさんな管理が明るみになっています。その件については沖縄にも責任があると思います。次はこちら。これは寄付集まらないな。沖縄タイムスのこの記事のせいで、寄付をしようと考えていた人が寄付を辞退する。そうなった時、沖縄タイムスと野党は責任が取れるのですか。選挙対策の狙いなどと疑う時点であまりにも不適切だと思います。最後はこちら。沖縄タイムスさん、首里城燃え落ちる様見ていて泣いていた人たちがこの報道を見たら絶望するで。あんたんとこ地元紙だろ。こんな時にこんな記事を読んだ沖縄県民はさらに心を痛めることは間違いありません。沖縄タイムスと野党は猛省すべきです。結論。沖縄の宝、首里城が消失し、政府与党がスピーディーに支援を表明したら選挙対策、そういう発想がもはやずれていると思います。沖縄タイムスにしても野党にしても、日頃から安倍政権叩きが染みついているのかもしれませんが、やはりこんな時にこんな記事を書くのはおかしいと思います。今は日本が一丸となるべき時ではないのでしょうか。沖縄タイムスと野党には猛省していただきたいものです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。